時時刻8時7分回りましたさあ火曜日のこの時間は家事の合間や通勤通学の時間にさっと開いて読んでいただきたいおすすめの本をご紹介しております。今朝はですね田中稲さんという方が書かれました「昭和歌謡出る短1008号歌詞を愛して情緒を感じて」という本をご紹介したいと思います。あのー、昭和レトロポップ という言葉がですね、まあ、今市民権を得ているんですけれども、今あの昭和のファッションとかね、メイクが可愛い,い今の若い人たちにちょっと注目されています。で、同じように音楽も昭和歌謡がなんか新しいと若い人たちからこう好かれてきているわけですよ。最近あの若いアーティストの方たちと話していても、ご自身の お父さんとかお母さんが聴いていたっていうあの音楽をちょっと思い出してオマージュしてみたとかねそんな風に言うミュージシャンの方も増えてたりしますし逆に昔の曲をカバーしてる人も今結構多くて「えなんでこの曲カバーしたの?」って聞いたら「確か昔子どもの頃塾に行く車の中でかかってたんです」とかそんな話を聞いたりするんです。でそのの昭和歌謡の世界観を言葉 に着目して解説された本が今日ご紹介するこの本なんですね。で、田中稲さんという方はですね。大阪の編集プロダクションに所属していらっしゃってまあ、常に主にですね。刑事ドラマとかアイドル世代の研究、懐かしいブーム都市伝説などをまあ、雑誌とかムックを中心に執筆されてる方なんです。だからあのどちらかというと。あれここなんかおかしいと思ったら。 それをぐーっと追求することが得意な作家さんなんですね。で現在はこの昭和歌謡ライターとしてウェブとかラジオにも出演して活躍されているという。でまあ田中さん曰くですね昭和歌謡は濃厚に凝縮された数分間のドラマなんですと菓子職人たちが巧みに並べた、まあ、季節の彩りとか風景の美しさを言葉が伝えてくれている。 ムードいっぱいの言い回しとかその時代を色濃く反映したキーワードがもう散りばめられているんですとでそんな言葉に今回1008語ピックアップされましてその言葉が持つ、まあ、あの隠された意味ですねこれを紐解いているわけですなので辞典のように「あ行」「か行」「作業」というふうにですね行ごとに言葉がどんどんと分かれていきますでもあの本って最初に大体 前書きありますよね初めにとかでそれがすごい面白かったんですけど実はねこの田中さんは私と同じ昭和44年1969年生まれの方なんですなので昭和歌謡を聞いて育ってきた世代としては同じはずなんですけど、えー、私ここまでこれ感じてなかったわっていうのがいろいろあって 最初の初めにあの田中さんがですねこの曲に出会った時にこの歌詞がうわっと思ったっていうのを何曲か書いてくださってるんですねうわ私子供の頃なんか弾いてたけどそこまで思わなかったなと思うんですけどすごい面白かったのがブルーライト横浜石田美さんが歌われていたこれを聞かれた時にぐっと椅子から身を乗り出してしまった一曲です覚えてらっしゃいます皆さんあの歌詞 すごい流行りましたよね。「街の明かりが」っていうやつですけれどもあの <laughs>「ブルーライト横浜」っていうのはこうほろ酔いカップルですねほろ酔いのカップルが横浜の、まあ、繁華街をただ歩いている様子が描かれている曲だと「街の明かりがとても綺麗ねブルーライト横浜」っていう歌い出しでそこでね「小舟のよう」っていう歌詞が出てくるわけですよ。 歩歩いても歩いててもも小舟のように「私は揺れて揺れてあなたの腕の中」っていう歌詞なんですけれどもこのたった一言「小舟のよう」っていうこの一言の情緒の凄さ皆さん分かりますかとふんわり酔っている足元もおぼつかず愛しそうに男性にしだれかかり。 その横顔を見上げる女性のトローンとした表情浮かんできますよねっていうすごくないですか小舟のようにっていう一言だけでここまでいろいろ妄想が広がるんです私もあのかなり妄想好きだと思うんですけど叶わないんですよね田中さんにはでそういった始めにというまあ書き出しからあとは行ごとに分かれていきますあ行 ま例えばあ行だったら愛とか哀愁あいつ青い鳥こう言葉を聞いただけで、なんかの曲がパッと思い。浮かばれる方は、その歌詞があの曲の中でどういう意味を本当は持ってたんだっていう風にね。ちょっと考えてみていただきたいなと。ともう色々ありますよ。家業えー、カーテンコール、カーニバル海岸通りなんていうのもありますね。出てきますね。歌詞ありますね。あと、タ他行だと。 タイミング逮捕ダーリン出てくる曲ありますねダーリンとかねタンポポありますねチークもう本当にいろんな言葉もう私たちが普段使っているようなああの曲の中にその言葉確かあったなと思うような曲がたくさん書かれてるんです何なんか一個ご紹介しましょうかねうーんえー、例えばですよなへ、えー どうしようこれ選ぶのがすごい大変なんですよ少女という言葉があります大人の女性がどれだけいい年の重ね方をしていても肉体的にも金銭的にも男性に尽くしたところで絶対に勝てない存在これが少女であると、はい、結局何一つ満足にできない未完成の社会に染まっていない真っ白な幼さ これが最強なんですだから少女っていう言葉が出てきたら大人の女性は絶対勝てないそんな意味が含まれた歌詞になっていますよとかいろいろありましたすごい面白いですでその行数の間にですね例えば失恋で見る昭和歌謡とかあのいろんな差し込みがあったり挿絵がねあるんですよところどころに絵が出てくるんですけれどもこれがねあの 昭和感があるというかすごいこうあなんか昔なんかの雑誌とかでこの漫画を見たことあるなと思わせてくれるような冊子絵が引っかかっておりますはいいろんなことがあるんですけれどもこの本を読んでいくと自分が今まで聞いていた曲があれもしかしたらちょっと違う意味だったのかなと思いますでキーワードのその下には この曲にこの歌詞が入ってますよとかこの言葉が入ってますよっていうのが出てきます例えば海岸通りという言葉だったらプレイバックパート2の中に出てきましたとか街路中学生街の喫茶店とか愛の終わりにという曲の中に出てきますよ帰りたくないというキーワードは例えばセカンドラブ中森明さんですねとか抱きしめたいとかっていうものの中にありますと いやあの昭和歌謡を聴いてきた私たち世代そしてもう少し先輩世代にとってはですね懐かしいあの一曲をまた新たに感じることができるそんな本になってるのではないかと思います、えー。今日ご紹介したのは田中稲さんが書かれました「昭和歌謡デルタン10085歌詞を愛して情緒を感じて」「西文堂信仰者」から発売されています。ぜひお近くくの本屋ささんで手に取ってみてみださい では頼まれてませんけれども今日も帯を書きたいと思いいます。いや私なんかあの私割と感受性が強い方かなと思ってたんですけど同い年にして田中さんの感受性には足元にもちょっと及ばないなっていうもっともっと磨かねばという感じですね。はいし いやこの帯を書くようになって帯を書いている人たちの苦労もひしひしと感じますねこれゃ喋りながら書くと間違えますしね今日漢字が多いんですよあちょっと待ってくださいバランスが相当悪くなりましたけど。 できましたでは発表いたします言葉を読み解くと新たな物語が広がります